ジャニーズ事務所の創業者、ジャニー喜多川氏による性加害問題を受け、大手クレジットカード会社の JCB は14日。嵐、二宮和也、40ら同事務所の所属タレントについて新たな広告での起用を見送る方針であるとコメントで発表した。同社は CM キャラクターに起用している二宮について、弊社が CM に起用している二宮は、なりさんは2010年より13年間私たちと一緒に歩んできた特別な存在ですと表現。一方で、性加害問題については、弊社はいかなる犯罪行為も一切容認できないと考えており、二宮さんが所属する事務所に対する今回の調査報告書、それを受けた記者会見の内容を非常に重く受け止めておりますと、した。その上で、同事務所が会見で表明した被害者の救済と再発防止を速やかに具体化し、実行することを強く求めますと強調し、具体化や実行が確認されるまでは、二宮さんの新たな広告での起用を見送りますと発表した。今後については、被害者の救済や再発防止策の実行状況を確認し、契約の更新可否を判断いたしますとしている。